こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。ジェラルド・R・フォードは、現在最新鋭の原子力空母となる人員を削減することに成功。最新鋭の設備で運用するはずだったが、現在、電磁式カタパルトとアレスティングワイヤーなど問題が起きている。それと、一番の問題は、エレベーターまでもが不具合を起こしている。やはり、最新鋭といえども、フォード級一番艦は問題もあるのか？だが、ここへ来て問題も少しずつだが改善している。世界的に空母の戦略が変わってきている。最新鋭の空母であっても、移動巨大基地となる原子力空母を使用しつつ、強襲揚陸艦などの先発隊となり得る小型空母でも運用している。米国は世界一の軍事力、F-35C ライトニングが艦載される日も近くなってきている。では、もうすぐ、フォード級2番艦も完成してくる。フォード級原子力空母の実態に近くとしよう。アメリカ大統領ジェラルド・ R・ フォードにちなんだ。ジェネラル・ R・ フォード級航空母艦は、2009年から建造が始まりました。現役として運用中です。大統領にちなんだ名前を持つ有名な航空母艦としてはキティホーク級の4番艦であるジョン・ F ・ケネディがあります。言うまでもなく、若くして暗殺という悲運の死を遂げたこともあり、この人物は現在でも人気のある大統領の一人ですね。この初代ジョン・ F ・ケネディ空母は1964年に建造を開始し、就役したのはなんと1968年で、わずか4年で完成したという驚きのスピードでした。ちなみに、1964年、昭和39年というのは、彼が暗殺された翌年です。偉大な亡き大統領の名を持つ空母を作ろうとするのはいかにも、アメリカらしいと思われますね。そういえば、3.11 の大災害の時、日本への救援行動友達作戦の中に、加わったのが空母ロナルド・レーガンでした。こちらも、タカ派で有名だった大統領にちなんだ名前です。実は、次世代航空母艦として現在建造が進められているのが、ジェネラル・ R ・フォード級のジョン・ F ・ケネディなのです。キティホーク級の空母とは別物です。同じ名前なので、ちょっと混乱しますよね。巨大な空母の建造には、どう考えても時間はかかります。ジェネラル・ R ・フォードを建造した時の経験が上手に、生かされるのかどうか注目されますが、むしろ、アメリカの国力が試される部分ということではないでしょうか？振り返ってみると、ジェネラル・ R ・フォードは順調に、建造できたわけではなかったと言います。高性能な整備をつけたために、確認試験に時間がかかり、予算も他の空母に比較すると倍以上になってしまったのでした。では改めてジョン・ F ・ケネディ建造の進捗状況について詳しく調べてみましょう。まずは写真ですが、2017年6月22日のものです。バージニア州ニューポートニューズのニューポートニューズ造船所の様子ですが、原子力空母ジョン・ F ・ケネディの船尾下部をクレーンを使って設置している状況です。ここからは文章で紹介していきましょう。アメリカ海軍次世代の原子力空母ジョン・ F ・ケネディ USS ジョン・ F ・ケネズ
CVN79 は2018年8月末にスーパーリフトの据え付けが終わり、これで建造工程の中間点を迎えたことになりました。このニュースは建造した造船企業ハンティントン・インガルス・インダストリーズ社ハンティング・ TON ・インゴールス・インダストリーズがリリースで公表したものです。同社がジョン・ F ・ケネディ空母の建造に採用しているのがモジュール工法です。これは小さなパーツを組み合わせてスーパーリフトと呼ばれる巨大なモジュールを作っていく方法です。スーパーリフトには前もって配線や配管、換気、その他の設備工事を完了した上で空母本体へ設置されることになります。今回設置された最後のスーパーリフトは、格納庫と飛行甲板との間の船体後部を構成する部分となります。ジョン・ F ・ケネディに使われるスーパーリフトの中では、最も重いものの一つで、より小さなセクション19個で構成されており、重量905トンというのはセミトレーラーに換算すると、約25台分にもなるそうです。長さ約 24m、幅約 34m で、構造は4層になっています。ハンティントン・インガルス社のニューポート・ニューズ造船所では、巨大なスーパーリフトが1050トンのガントリークレーンによって、設置される様子を見ることができます。ガントリークレーンというのは、港などの作業でよく目にすることがあるそうですが、レール上を移動できる超巨大なクレーンです。話がそれますが、鉄腕ダッシュで城島茂が、ガントリークレーンの操縦士をガンマンと言い、クレーン免許を持っているものの憧れだと言っていました。確かに、あれほど巨大なマシーンを動かすのは、かなりの細かい神経も、必要ですが、達成感も大きいだろうと思われます。ハンティントン・インガルス社のリリースによると、モジュール工法を採用したおかげで、ジョン・ F ・ケネディはジェラルド・ R ・フォード級空母の一番艦ジェラルド・ R ・フォードより14ヶ月も早く建造工程の中間点に達することになったということです。また、より高度なレベルで先行的に各種装備を取り付けることによって空母建造は大幅に進みました。これまでにない大型艦の建造とさらなるコスト削減を実現できましたというのが、ジョン・ F ・ケネディ建造プログラム担当の副社長ルーカス・ヒックス氏の言葉です。ハンティントン・インガルス社は2011年2月に起工式を開催し、ジョン・ F ・ケネディの建造をスタートしました。2015年8月には、キール・流骨の据え付けが終わり、2017年6月には、構造面製造工程の 50% が完了しました。2018年初め、同社は、ジョン・ F ・ケネディの構造面工程が 70%、さらに 75% まで進んだと発表しました。このスピードの理由は、スーパーリフトなど複数の構造物の設置が、終了したことによるものであると、同社の広報担当デュエイン・ボーン氏はメールで発表しました。そして、同年8月末には、新たに1000トン近いスーパーリフトが、据え付けられたので、ジョン・ F ・ケネディの建造工程は、全体工程、構造物を含むの、中間点に達しました。今後の予定として、
2019年第4四半期までに鑑識ドックから偽装バースへ移動されることになっています。当初の計画より3ヶ月も早くなっているそうです。副社長ヒックス氏は4月に2019年11月に命名式と進水式を行って2022年6月にはアメリカ海軍に引き渡される予定ですと語りました。ジョン・ F ・ケネディ内部について少し説明すると、電磁式カタパルト、エマルスや先進型着艦高速装置 AAG などフォード級として多くの新機能を搭載しています。エマルスと AAG は艦載機の発艦と着艦を支援する機能となっています。余談ですが、1番艦のジェラルド・ R ・フォードにはない機能として最も有名なものが男性用小便器だそうです。ジェラルド・ R ・フォード空母ですが、予定よりも2年遅れの2017年6月に海軍に引き渡され、同年就役しました。この艦の建造費は約129億ドル、約1兆4300億円という巨額なもので、当初の見積もり額を 23% も上回る結果となりました。この艦は現在様々な問題に直面しており、実戦配備に向けて就役後の作業が継続しています。この1番艦のジェラルド・ R ・フォードの建造で得た様々な教訓を、アメリカ海軍とハンティントン・インガルス社は、今後の空母に活用すると声明しました。しかし政府艦サイン・ガバメント・アカウントアビリティ・オフィスは、ジョン・ F ・ケネディの建造予算とされる114億ドルについて信頼性が低く、ジェラルド・ R ・フォード空母の建造で得た教訓が考慮されていないという厳しい評価を2017年夏に下しました。アメリカ軍の中枢である国防総省もこの政府艦サインの評価に同意した部分があったそうです。とは言ってもジョン・ F ・ケネディ空母はアメリカ海軍が購入予定のフォード級空母4隻のうちの2番艦であり、その次のフォード級空母エンタープライズはもうすでに建造が始まっています。エンタープライズの起工式は2017年8月でした。ジョン・ F ・ケネディとエンタープライズ、空母を2隻同時進行で建造できるアメリカの建造技術には、簡単としか言いようがありませんね。何と言っても、巨大国アメリカ。世界一の空母を建造できる力を持っている国はアメリカだけでしょう。日本にも、このクラスの空母が1隻でもあると、防衛力の強化になるのですが、現実的には困難でしょうね。